大阪公立大学人工光合成研究センターでは、これまでに太陽エネルギーと二酸化炭素から有用な物質を作り出すための人工光合成研究に関しては、国内外においてトップレベルの研究成果を上げてきました。これらの成果を社会に還元する目的で、人工光合成研究センターは2013年6月18日に人工光合成研究技術を社会実装するための産学連携研究拠点として杉本キャンパスに開所しました。人工光合成研究センターは2016年4月から人工光合成研究拠点、また2022年4月から北海道大学触媒科学研究所と国立研究開発法人産業技術総合研究所と連携した触媒科学計測共同研究拠点として、文部科学省から共同利用共同研究拠点に認定されており、学術的研究についても最先端の人工光合成研究を進めています。植物の光合成は水と二酸化炭素から太陽光エネルギーを使って酸素とブドウ糖やデンプンを作ります。人工光合成研究センターでは、天然光合成をいろいろな触媒を駆使して人工的に再現し、二酸化炭素からメタノールやプラスチックの原料を作り出す人工光合成技術の確立を目的としています。これらの技術を社会実装し、 SDGs やカーボンニュートラル社会に貢献していきます。人工光合成研究センターは国内唯一、人工光合成を関する専門教育研究機関として、人工光合成を活用した持続的な資源循環型社会の構築という目標のもと、二酸化炭素変換用触媒の開発などの基礎研究から実用化プロセス開発などの応用研究、それらを実現するための実証試験までの幅広い分野の研究を進めています。人工光合成研究センターでは、光合成、人工光合成研究を進める教員がそれぞれの専門性を生かした研究部門において、基礎研究から応用研究まで幅広い研究活動を進めています。さらに、人工光合成研究の社会実装を目指し、3つの研究部門で産学連携研究を進めています。人工光合成研究センターでは、産学連携研究だけでなく、人工光合成や二酸化炭素の利用に興味を持つ学部生、大学院生を受け入れています。人工光合成研究センターでは、国内のみならず国外の大学とも人工光合成やカーボンニュートラルに関する研究について国際連携も強化しております。2013年の人工光合成研究センター開所以来、新エネルギー創生に加えて社会的ニーズの変化に伴い、人工光合成研究に関する多様な研究成果が生み出されるようになりました。具体的な研究成果として、太陽光エネルギーを利用し二酸化炭素を原料としてプラスチック材料のフマル酸生成技術の開発に成功しています。この技術は、太陽光エネルギーを利用し太陽光エネルギーを集光する色素と生体触媒を利用することで、二酸化炭素とバイオマス資源からプラスチック材料に変換できるという仕組みです。この技術は、国連気候変動枠組み条約第27回
締約国会議にて二酸化炭素削減技術提言の一つとして王立科学会で取り上げられました。人工光合成技術の実用化へ向けた取り組みも進んでいます。人工光合成技術を使った住宅への電力や給湯供給の実証実験を始めています。人工光合成技術により太陽光を利用して水と二酸化炭素から蟻酸を作ります。蟻酸は水素エネルギーキャリアとして貯蔵します。必要に応じて触媒を使って蟻酸を水素と二酸化炭素に分解します。得られた水素はエンジンに供給して住宅の電力や給湯に使います。同時に発生する二酸化炭素は回収して再度人工光合成技術に戻し、蟻酸を再度作る原料になります。このように二酸化炭素は住宅の中で循環し、カーボンニュートラルが達成できます。人工光合成技術を使った炭素循環社会の将来像は、石炭火力発電所、製鉄工場、あるいはガス供給施設で排出された二酸化炭素を地中貯留するだけでなく、一部の二酸化炭素を人工光合成技術により燃料や有価物質の生成に利用します。二酸化炭素から作られた燃料はそれぞれの発電所や工場を動かすために使い、再度出てくる二酸化炭素を人工光合成技術により再利用することで大規模なカーボンニュートラルが達成できます。つまり二酸化炭素の地産地消が達成できるわけです。このほか、さまざまな人工光合成や二酸化炭素利用技術に関する基礎研究や共同研究を産学連携で実施しています。人工光合成研究センターは自然の光合成を手本にして2050年のカーボンニュートラル達成に向けて、脱化石資源、二酸化炭素の利用や削減に貢献する研究を結集し推進しております。